でもカパーチェ袋、カッパ園長ですよ。さて、次のお話はね、ミシュランのお話ですかね。どうでしょう、ご覧になったあなた。ミシュランの、例えば、なんとか星、ね、三つ星だの、二つ星だの。なんかそういう基準でお店選んだりとか、行ったりしますかね。僕ははっきり言って、これもう先こんなこと言っちゃうと、もうどうしようもないんですけど、関係ねえかなって思うんですよね。だって結局さ、ね、もう随分前に、星、金で買えるのバレてなかったでしたっけ、ここ。うん。まあ今回そのなんでミシュランの話かっていうと、まあ海外の人がね、みんなの国にはミシュランの三つ星レストランってどれぐらいある？で、なんで日本はこんなにも評価高いのかな？まあそういうお話なんですけどね。まあアメリカの人なんですけども、最初ね、あなたの国にはミシュランの三つ星レストランってどんぐらいありますかと、アメリカには ありますよと。で、まあありますかって質問だから、アメリカはイエスって答えますよね。うん。で、それぞれ、いろんな国籍、世界中の人がね、やんややんやと続いていくんですけども、まずドイツの人がありますよと。で、アメリカの人がね、マジか、イギリス人は料理できるのか、ドイツだって言ってるのにね。で、イタリアの人がなぜ英国とアイルランドは一緒にされてるんだ。で、それに対してメキシコの人がどうやったら彼らが星ゲットできるんだ。移民が経営してるよその国のお店じゃないのとか。で、それに対して、続けてアメリカの人がロンドンはハイカルチャーの中心地だよと。で、またメキシコの人がそれ分かってるけどイギリス人シェフによって経営されてるお店見たことないんだけど。で、さらに続けてアメリカの人がゴードン・ラムゼーはイギリス人だよ、あとなぜかフレンチのレストランがたくさんある、わらって書いてますね。これはロンドンとか行ったことある人はなんとなくわかる話なのかな。で、それに対してイギリスの人が、この50年の間にフランスの難民がロンドンに逃げてきたのさ、だそうです。本当かな。で、次の人、アメリカの人がね、なぜ日本はこんなに評価が高いんだと。で、それに対してフランスの人が、日本料理は世界最高の料理の一つだからさ、日本文化によって勤勉な国民性が育まれたんだ、既存のものを学び改善する、細部に注意を払う、これが偉大なシェフに必要とされる全てだ。なるほどね。で、次は、カナダの人が、つまり香港とマカオには7つの三つ星レストランがあるが中国にはないってことでいいのかな、このインデックスはジョークだ。で、それに対してアメリカの人が落ち着けツァンって言ってる。で、このスペインの人がなぜスペインが2つあるんだ。で、それに対してアメリカの人が2つのスペイン、どういうことだろう。で、スペインのまた別な人がこのチャートはスペインに関しては間違ってるよと。ちょっと言ってる意味がよくわかんないですね。で、今度またドイツの人が、僕の住む14万人の都市はロンドンと同じ数の三つ星レストランがある。で、それに対して別なドイツの人が、なぜみんなドイツ料理はいけてないと言うんだろう。ドイツ料理ってソーセージとか、ハンバーグとか。ハンバーグ違うか。いや、でもそうですよね。あとなんだっけ、ザワークラウトとか、あんなんですよね。うん。あとビール、うん。まあ単純に知らない人がまだ多いんじゃないですかね。あんまりアピールもしてないような気がするんですけど、どうなんですかね。で、やっぱり別なドイツの人が単純に知らないからだよって言ってますかね。で、また別なドイツの人が、わかんないです。ほとんどの人はステレオタイプを言ってるだけじゃないのかな。ドイツ国外にはあまりドイツ料理のレストランは多くない。僕ついこの間ね、Uber Eatsで、どこにあるお店だったっけな、渋谷だか赤坂だかどっかにある、なんかドイツ料理のなんかチェーン店を、なんかね、どっかガイアの夜明け的な日本のテレビに出たこともあるような、なんかドイツから日本にやってきたなんかドイツ人のなんか2人組かなんかが回しているっていう、なんかそのお店のテイクアウト頼んだことありましたけど、まあ普通にうまかったですけどね。うん。ただちょっとしょっぱかったかな、塩気が多めだったような、そんな印象ですけど、まあでも美味しかったです、普通に。うん。で、それに対してアメリカの人が、まあ、そのさっきのドイツの人がね、ドイツ国外にあまりドイツ料理のレストランがあんまないからだと。で、それに対してアメリカの人が、ドイツ、ラインの都市群と、ライン川のことかな、とバイエルンとオーストリアに行ったことあるけど、料理はアメリカの料理と比べてもまずかったよと。あら、例外はトルコ料理、ドイツ料理はノルウェーやハンガリーと同じように味のない白人の料理だって。バッサリですね。これ言い返さなくていいんですか。で、またアメリカの人が、やっぱり変だ、タイとメキシコとインド料理が評価されていない。で、メキシコの人が、ないよ、どう見ても客観的じゃない。
で、それに対してアメリカの人が、多分メキシコ料理はあまり美味しくないからだね。結構メキシコ料理美味しいっていう人、なんか結構全然別なお話の時に見たことあると思うんですけどね。でもこれ、ミシュランの評価って、な、そんなもんじゃないのってちょっと思うんですけどね。うん。だからもう、積み方が足らないとかじゃないの。で、メキシコ料理は全て同じ食材を使っている。そうだったかな。で、それに対してメキシコの人が、サンフランシスコブリトーとチリコンカンは明らかに違うだろう。で、今度コロンビアの人が、どちらのスペイン料理が優れてるんだ。コロンビアにももっとスペイン料理のレストラン増えてほしい。コロンビアのハイエンドの料理はフランス料理と日本料理、ペルー料理だ。あ、そうなんだ。和食、日本料理屋さんが入ってるんですね。で、アメリカの人、なんか残念な観光客を釣るための出任せだよ。ああ、それには大いに賛同しますね。で、アトランタにある、バッ、ん?これなんて読むのかな?バッチャンネリラ。あ、ちょっとわからん。という二つ星のレストランに一度行ったことがあるけど、こんなに金の無駄だと思ったことはないね。ああ、ありそうなパターンですね、世界中で。4品のコース料理と2、3杯のワインに250ドルぐらい払ったんだ。250ドル。3万円弱ぐらい?美味しかったけど、あ、美味しかったんだ。一品30ドル以下のレストランの方が良かったと自信を持って言える。まあ、満足度ははるかに。まあでもこれ世界中どこでもそんな感じじゃないの?うん、これ日本にあるな、星1つだの、2つだの、3つだの。ね、これね、別に和食、日本料理屋だけじゃないじゃないですか。日本にある全てのね、あれでしょ?料理屋さん、レストランの、星何個っていう話だと思うから、だから当然洋食屋さんも含まれると思うし、多分ね、なんか洋食屋だったら街の洋食屋、お寿司屋さんでもそんな星が何個だなんだっていうお店じゃない、ね、普通のお寿司屋さんの方がはるかに満足度高そうですけどね。うん。まあ、僕がね、個人的に、田舎出身のね、いつまでも垢抜けない田舎者なんでね、ただ単に僕が個人的にそう感じるっていうだけなんで、わかんないですよ。うん。で、それに対して、アメリカの人が、別な人がね、これ、モートンズなどハイエンドのレストランはどこも高すぎる。なんかそういう有名なお店があるのかな。段階がステータス見せつけるために余計な金払ってるんだ。これ日本にもそういう人いっぱいいますよね、多分ね。なんか業界の人とかさ、先生なんて呼ばれてる人たちとかのたまり場になってるような店でしょ。うん。で、今度また別のアメリカの人が、今アジア人の方がヨーロッパ人より料理得意なのかな。今度フランス、おミシュランの、フランスの人、本当に重要なのは合計数だ。英国と米国、わらって書いてあります。これ次の画像かな、これ。うん、なんか真っ赤かのやつ。うん。と、まあこんな感じだったんですけどね。まあなんも、どうもこうもないんですけども。うん。ちなみに、京都の料亭はね、言ってましたよね。僕これがね、もう本当そのままだと思いますよ、ね、どこだったかちょっと忘れちゃいましたけど、ある老舗の京都の料亭の方がね、たかがタイヤ屋の本に載せられるのをね、拒否する店が多いんだ、当たり前だって言ってたんですよね。その通りですよね。うん。本当に、まあなんだろうな、まあ例えば京都のなんだろう、老舗、って言われるお店、基本一元さんお断り、ほとんどそんな感じですよね。だからまあミシュランみたいなところは迷惑でしかないんじゃないですかね。うん。あと現代フレンチはその京の懐石料理の影響を受けてるから、まあ要は京都が師匠、フランスは弟子、うん、多分そういう風に映るんでしょう。だから弟子であるフランスの評価など京都の老舗が断るのは当然ですよね。まあ、あくまでもね、貧乏人出身の田舎でのね、貧乏人出身の僕が思うことですけども、いや、フランス人の感性によって選ばれた、いわば金持ってるやつのための料理、それに対する評価、だからこういう結果なんじゃないかなって思うんですよね。だから選ばれる側よりも選ぶ側の方がこう権威もあるわけだしね。うん。だから日本はほら、店の数ね、ものすごい数あるじゃないですか。だその割には少ないと思うけど、一食そうですね、100ドル以上かけられる人ってそんなにいないっすよね、毎回毎回。だからそういうのも理由にあるかもしれないですよね。だから逆に言えば安くて美味しい、いいお店が多いっていうことですよね。だそっちの方が評価される方がね、日本国民としてはありがたいですよね。だから1000円以下でのね、ご飯屋さんガイド、そんなのがあったらね、日本がダントツな気がしますけどね。わかんないですよ。他の国地域にもそういうね、安くて美味しい安全なお店があるとは思いますけどもね。うん。
まあだから確かね、 なんだろうなホスピタリティっていう言い方があってるかどうか分かんないですけど、そんなようなもんが評価されるんでしたっけ。だからこう西洋からね、理解されづらいっていうのかな、理解しがたい文化は評価外になりやすいですよね。で、日本もフランス人たちが仕事で日本に来て日本文化や食事は素晴らしいかなと気がつくまでは、まあ、評価外だったわけでしょ。まあ当時からいくらでも伝統料理作る店はあったはずなんですけどもね。確か審査員に、調査員か、日本人にもいるんでしたっけ。うん。で、なんか日本版ミシュランの星3つがフランス版ミシュランだと星2つに相当、なんかそんなこと言われてましたっけ。で、調査してるのは日本人の調査員でフランス人じゃないんですよね。なぜならフランス人が調査したらもろバレだからみたいなことはよく言われてましたよね。だから結局ミシュランの調査員が当てにならないってことなのかな。調査員全員訓練されるのに人種国籍で星の評価変えてるってことだからね。だから星の基準が違うってなんか聞いたことない人もいるかもしれないですけど、これどこの情報で得られるのかなってちょっと不思議なんですけどもね。うん。もともと日本料理のレベルって、まあ日本料理っていうか日本人のですかね、日本人シェフ、日本の料理人の人たちのレベルって普通に高かったと思いますけどね。うん。で、そもそもフランスの人たちがレベルが高いと認めたから、まあミシュランが来てるわけでしょ。だからそれまでは見向きもされてなかったって。だってほら、フランスでも日本人シェフがね、星普通に取ってますよね。うん。まあなんだろう、このチャンネルのね、他の動画なんかでよくこう海外の人たちが日本のコンビニすげーみたいな、そういう動画ね、何回かお伝えしたことあったと思いますけど、コンビニのね、食べ物でさえ、海外の人たちからしたらうまいんだから、まあそういう意味でも当然の結果かなって思いますけどね。さて、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。